ポンちゃんがカオリンを認めた瞬間、もうだいぶ前からか、この子たちが仲良くなりました。オセロです。何言ってる？またゴリゴリ音がしています。ちぎりまくりましたね。はい、カオリンはお腹が空き始めて少し気が立っています。はい、それは食べ物じゃないです。わかりやすいね、君。甘えるときはお腹いっぱいのときなんだね。はい、お腹がすくと、そうだね、お腹がすくと不機嫌なコマーシャルあったね。カオリン、はい、もうちょっと経ったらご飯だよ。はい、うん、はい、あ、おいで、あ、おいで、おいで、こっちおいで。なんだよ、面白い顔に。はい、はい、お腹すいたことは分かったよ。はい、だいぶお待ちかねなんですね。お腹空いてない時はもうすっごいシャンシャン行かなくなって、うん、もうなんかそわそわが止まらないんですけど。え、あんずちゃんもご飯ですよ。家に帰ってもそうやってお利口さんにしててね。ね。一個だね、かおちゃん。そして、かおちゃんは、キュウリとウィットご飯が大好きで、カリカリはあんまり好きじゃないので、自分のところに置いたカリカリはあんまり食べてくれないんだけど、みんなの心に置いてあるのを、お腹すくと食べてます。いいご飯だよ、アンズちゃん。じゃあ適当に食べてね。はい、いつものご飯の要求ですね。はいはい、はい、おいで。
はい、だいたい。絶対通り、ご飯だよ。はい、ご飯、ご飯。はい、いい子だね、かおりん。もうちょっとこけた？はい、どうぞ。かにかおさんね、かおちゃん。来てますよ。はい、かおりちゃん。よく出なかったけどな。ほんとね、かおりちゃん。あんずちゃん、どうする？ここで食べる？はい、もらいなさい。はい、どうぞ。いい子だね、あんずちゃん。くんはゆっくり待ってますね。食べててね。ちょっと物がすごいことになってるところにいますね、くんたち。はい、くんちゃんどうぞ。私の携帯の線が危ないですよ。大丈夫ですか？はい、ちゃんくん。はい。はい、ちゃんくんちゅーる。はい、ちゃんくんちゅーる。おいしいおいしい。ちゃんくんおいしいおいしい。